神村学園 VS 関東第一6回まで関東一高はノーヒットから7回ワンチャンスで得点残りの回を抑えて甲子園準決勝突破。最後はセンターに抜けて好返球でタッチアウト。試合の終わり方としたら120点の漫画みたいな試合。すげえ終わり方やな。わら、まあしゃあない。送球が完璧やった。ファインプレーで3本の長打を止めた関東第一、連続エラーで終盤逆転されてしまった神村。最後のホームクロスプレーといい守備の差で明暗を分けてしまったな。神村が逆転された回も守備のミスからだし、守備の差がそのまま試合結果になったな。最後の代打、この場面での初打席でよく打ったわ。さすが一桁番号つけてただけあるね。負けたけど2年連続ベスト4はすげえよ神村。神村 VS 山田のサッカーかよみたいな対戦カードはなくなったか。両校お疲れ様。ファインプレー抜きにしても神村8安打に対して寛一3安打やからな。これで寛一が勝つんやから野球は面白いわ。まああれは走らせるやろ、守備を褒めるべき。セーフに見えたけど何回か見直したらアウトやったわ。関東一のセンター褒めるしかない。最後ハマー回すわな。前進守備も堅い、守りもわかってるけどあそこは回してまうわ。高校野球は投手と守備がいいチームが勝つ。関はじめの守備カチカチですごかったな。相当鍛えられてる。守備がいいチームは見ててイライラしないな。プロ野球もそうだけど途中までノーノーだったし、再戦させたら神村が勝つんだろうけど、ワンチャンをものにする関一の勝負強さはさすがだわ。守備が一番だけどエースが初めから投げなかったのも勝因かな。あれがセーフに見えた人がいるんかい。やこっちが見間違えたのかもしれんが、文句なしのアウトにしか見えんかったわ。今年の甲子園のハイライトやぞこのプレー。送球がちょっとでもずれてたら好走塁に変わってるぐらい際どいタイミングだから、あのプレーに文句言うのはねえ。代打で打ったのもセンターの守備もすごいわ。ただ最後まっすぐホーム向かってたらセーフちゃうか。回り込んだ分ロスしたように見える。